ロンドンよ、なんという街なんでしょう。あらゆる場所に歴史と写真を撮る観光客がいる。ビールと笑顔を提供するパブ、音楽、劇場、そして芸術、それに多文化主義、世界最古の地下鉄チューブ、都市の中の都市ですね。まさに一級品。築き上げるのに12000年、壊滅させるには一夜で済みます。状況は？警備は停止したよ。けどお空は賑やかだね。くそ。ダルトン、時間がない。分かってる。入った。何か情報は？バグリー、急かされては混乱します。こういう脅威は当局に任せてもいいのでは？甘いね、バグリー。こっちは助けに来たっていうのに逮捕されるのがオチだよ。俺たちでやるしかない。気をつけて、ダルト。ザビーネにしちゃ不安そうだな、バグリー。コンピューターに感情のことを尋ねるとは天才です。ええ、二人とも黙って集中しな。さてと。思い知ったか。くれぐれも慎重にな、ダルトン。向こうが撃ってこなけりゃこっちも撃たない。それでどうだ？
ヘッドセックの装備が大量にある。どういうことがわかるか。は？なんで？そんなのどうやって？さあな、デッドセックの仕業にしようとしてるやつがいるんだ。くそ。ダルトン、くれぐれも慎重に行動して。黒ずくめの連中は何者なんだ？特定できません。それも計画のうちなのでしょう。そこら中に爆薬が仕込まれてる。嘘だろ。バグリー、あれって RDX ナイトロジェンです。議事堂を吹き飛ばすには十分な量です。起爆装置の位置はわかるか。正確にはわかりませんが、上階のデバイスから膨大な暗号データが流出しています。それで十分だ。すぐに向かう。あれって起爆装置じゃないのか。違います。上階のデバイスに信号を送るトランスミッターです。起爆装置はあちらでしょう。調べろ。異常なし。次に行こう。気配がない。異常なし。次だ。近くにいるはずだ。あまり遠くまで行かないで。ここはクリアだ。応援に行ってくる。遠くへは行ってないはず。この爆弾がデッドセックのプロパガンダに見えるよう演出してる。議事堂を吹っ飛ばして俺たちの仕業にするつもりだ。先に起爆装置を見つけるしかない。庶民議員の中だ。どこの連中か知らないが、政府のど真ん中に仕掛けるとはな。
起爆装置だ。作動してるな。バグリー手を貸してくれ。そうしたいのですが遮断されています。くっそ、バグリーなしじゃどうしようもない。いや、なんとかなるだろう。 MI5 時代にはよくやったもんだ。あんたってすごすぎ。とにかく急いで。よし、バグリー頼む。入りました。おお、同時に爆弾が作動可能に。これは大変ですね。くそ、止められるのか。もちろんです。ですがまだ防衛システムがあるかもしれません。油断せずに。うまくいくよう祈ってるからね、ダルトン。ああ、そうだな。裏口に敵だ。ダルトン、本部が攻撃を受けてる。バグリー、どれぐらいかかる？質問で邪魔されればされるほど。それじゃあみんな、マスクと銃の用意を。いよいよだ。見つかった。足止めする。あたりを探してみよう。どこにいてもおかしくない。バグリー、状況は？この不正開封防止セキュリティの精度は実に腹立たしいですね。と同時に見事です。まだ機能していますよ。ああ、言ってるぞ。バグリー、頼むからもう少しで終わるって言ってくれ。セキュリティは突破しました。あとは膨大なデコイコードを何とかして起爆装置のシークエンスを探し出すだけです。確かここに。気をつけろ。ああ、降ってきてる。ダルトン、至急手を貸してください。どうした？左に3つのスロットがあり、1つが受信機です。制御線を抜いてください。おい、冗談だろ。いいえ、いいから抜いてください。本当にいいんだな？爆弾解除です。なかなか楽しめたのではないですか？クソったれ、心臓が止まるかと思ったぞ。おいおい、一体なんだこれは？ターゲットは議事堂だけではないようです。他の爆弾が起動しています。見せて、バグリー。クソ、こいつはまずいぞ。早く皆を避難させないと。ロンドン中に散らばってる。時間だな。妹がトワン会議にいる。なんとかしないと。屋根の上に他の爆弾に信号を送っている発信機があります。そこにたどり着けば全部止められる。ザビーヌ、畜生、侵入された。屋根に上がれ。ザビーネ、どうなってるんだ？攻撃を受けてる。もうむちゃくちゃだ。バグリーごと全部消去するしかない。トランスミッターにはバグリーが必要だ。分かってる。でもバグリーがやられたらおしまいだろ。名前も作戦も位置も全部筒抜けだ。
よし、なら昔ながらのやり方でやろう。バグリーを消すんだ。はい、消去してください。ザビーネ、やれ。さっさとそこから離れるんだ。くそ。よし、バグリーはダウンした。あとはあんたにかかってる。ダルトン、もし心配するな。合流地点で会おう。約束だ。幸運を。よくやった、ダルトンウルフ。感心したよ。何者だ。いまだにロンドンの救世主気取りか。お前がここに来たのは我々の重要任務を果たすためだ。重要任務？何千人も殺すことか。その通りだ。世界を救う。どうせロンドン市民はよく死んでるな。ペスト、大火に大空襲、面白くはない。だが破壊は常に癒しなのだ。それが今日始まるゼロデイだ。まさか。ロンドン市内の3カ所で立て続けに爆発が起こりました。被害が拡大する恐れもあるため、警察は家から出ないよう要請しています。当局からの公式な発表はまだですが、失われた多くの命、そして壊滅した都市の様子を嘆く人々がろうそくを手に大勢集まりました。
犯人に報告。官邸において記者会見を開き、その際に民間軍事企業アルビオンの CEO であるナイジェル・キャス氏にロンドンの治安確保を言いに、氏はロンドン爆破の実行犯であるテロリスト組織デッドセックのトランスゲーの AI システムと自立式ドローンでデッドセックの残党を拘束し、見事に実力を示しました。法と秩序がロンドン市民の最優先事項である現在、NPO は戦略利益を発表しています。元来保安上の目的で開発され認可された技術を駆使し、生産と流通面で効率性が向上したのがその要因です。解放の掃討作戦が展開され、犯罪件数が激減しています。違法ギャンブル、ドラッグ売買、違法風俗の全てが減少し、五大犯罪組織中の4組織のリーダーが訴追されています。カムネンやブリックストンの通りも安全にあるようです。アルビオンの権限が政府によって無期限に延長されたおかげで、生活がようやく正常化しつつあります。自動検問所が設置されたことにより外出禁止で、トラファルガー広場での暴動は大いに誇張されています。主に国外のユーザーが SNS を通じてこれらを広めているようです。アルビオンは暴動や反乱とフェイクニュースへの注意喚起を行っていることもあり、爆破事件を起こしたのはデッドセックではなく彼らは罪を着せられたのだという陰謀論は大衆の支持を得られていないようです。我々のリポーターもこういった見解をカメラの前で披露してくれるロンドン市民を見つけることはできません。一部の人がないのは明白です。まずはチームからだ。一人じゃデッドセックは立て直せない。ロンドンの CTOS に入って候補者を洗ってみるか。クレアウォーターズです。今週のバッカニアはテロ容疑のかかっているアクティビスト集団デッドセックの話題です。コリンと電話がつながっています。どうお考えですか？レッドセックなんて奴らは片っ端から投獄すべきだったんだ。こうなったら全員並べて撃ち殺すべきだな。彼らが犯人とされているのに何の証拠も出てこないことについてどう思いますか？ドアンを見てみろ。この街を他にどんな証拠がいる？彼らはこれまで暴力的ではなかった。アルビオンがここ数ヶ月で病院送りにした民間人の数はデッドセックのものよりも格段に多い。個人的には濡れ衣なんじゃないかって。エミリーと電話がつながっています。エミリー、どう思いますか？クレアの言う通り、政府は状況をコントロールできているように見せかけるためにデッドセックに罪をかぶせてる。実際は誰が爆破したのか全然分かってないんだろうけど、それじゃ格がつかないからね。デッドセックはずっと政府にとって邪魔だったから都合が良かったんじゃない？次はアンジーに伺います。どうお考えですか？デッドセックは裏の顔を見せたわね。そうは思わない？あんな危険分子を何年も野放しにしてたなんて信じられない。あいつらはただのテロリストじゃない。クラン・ケリーとかロンドンの他のギャングよりもデッドセックが怖いですか？クラン・ケリーは店に火をつけたり殺したりするかもしれないけど、ロンドンを議事堂ごと爆破なんてしないわ。次はクリプト・キングさんです。偽名の方が良かったですか？当たり前だ。なんでわざわざ見つかりやすいようにするんだ？奴らに何ができてどれだけシナモンを選ばないかは知ってるだろう。それは政府の話ですか？政府が今回の爆破事件の黒幕だと？当然だろクレア。そうに決まってる。でも単独じゃないだろうな。みんな関わってる。政府、アルビオン、サーズ、ブルーム、スカイクソッタレナーゼ、ダウニングリマ、俺たちをビビらせて洗脳で抑制して最大限に利用して、死んだら体を切り刻んで売り飛ばすんだ。クリプトさん、私たちはどうすればいいと思いますか？身を潜めるしかない。どんな電波も届かないほど深く潜る。それしかない。思った以上に状況は悪いな。ああ、でもまだ終わったわけじゃない。あんたが最後の望みってわけだ。
生きててよかったよ。まだ諦めてないならデッドセックに来な。セーフハウスの座標を送るからそこで会おう。ああ、自動運転中です。